本を語る人と繋がるテーマに札幌ゼロ読書会の主催をしています。読書セラピストの井田翔です。今日は小説を一冊紹介しようと思います。紹介する本はこちらになります。えっと、東野慶吾さんの白鳥とコウモリという一冊になります。えっと、著者の東野慶吾さんはミステリーサッカーで有名ですね。えっと、日本を代表すると言っても過言ではないかなというふうに思っております。 えっと、まあ、この最新作にはなるんですけども、えっと、事件のあらすじとしましては、えっと、弁護士が殺人されたといったところからスタートしています。えっと、舞台は2017年の東京になります。えっと、まあ、その弁護士が殺害されているところからスタートするんですけども、まあ、容疑者として浮上してきたのは、その弁護士と電話のやり取りをしていた、えっと、名古屋の男性っていうところになります。で、その、ま、いろいろ、 刑事が調べていく中で、えっと、1984年の愛知での、まあ、とある事件が絡んでいることがわかるんですけども、えっと、この容疑者の男性はあっさりと、まあ、罪を認めて、まあ、その取り調べをしてきっていうところから、えっと、どんどん話は展開していくんですけども、まあ、容疑者の息子もそうなんですけども、えっと、被害者、まあ、弁護士ですね。被害、あの、殺害されてしまった弁護士の、えっと、娘も、どちらも、えっと、その、 容疑者の、まあ、動機だったりとか、供述に疑問を持つっていったところが、まあ、一つ。で、それでどんどん迫っていくっていったところが一つ、まあ、特徴かなと思っております。ミステリーの構造としては非常に、あの、シンプルではあるんですけども、まあ、誰が殺したかっていう観点では、まあ、最初の段階で結構すぐ答えがあっさりと出る、まあ、段階になるんですけども、まあ、どうして殺しをしてしまったのかっていったところと、まあ、なぜ、 その、してしまったのかってったところを観点として迫っていくっていところが、あの、どんどん謎が大きな謎がちょっとずつ解けていくっていうのがなんか面白さの一つのところかなと思っております。で、その、まあ、えっ、ー、と、まあ、容疑者の息子がいろいろ自分なりに、えっ、ー、と、調べていく中で、一つあの、出会った言葉で、まあ、私としてもちょっと印象に残ったことがありまして、 えっと、読んだ方はぜひ見てほしいんですけども、ページ数で言うと242ページにあるんですけども、まあ、その容疑者の息子に対して、まあ、結構関わりのあるあの、居酒屋さんのお母さんが言った言葉なんですけども、えっと、辛い時は逃げたらいいんですよ。目を閉じて耳を塞いじゃえばいいんです。無理なんかしちゃダメというふうに言った言葉があって、まあ、これって結構なんか今って結構情報とかが溢れたりして、 いう中でいろいろちょっとあのー、心に留めておきたい言葉だなというふうに思いましたでこの白鳥とコウモリっていうタイトルも非常に私付け方がすごいなと思って東野慶吾さんって結構シンプルなあのタイトルが多い印象はあるんですけども、まあ、そのどうしてこのタイトルって言ったところが、まあ、しっかりと最後の方で腹落ちする部分があるので、まあ、そこも楽しみながら読んでいただけると、まあ、いいんじゃないかなと思います で、あの、帯にはですね、東の番、東の番、えっと、罪と罰というふうに書いてあるので、結構、まあ、罪と罰って私、まあ、有名ではあるけども、読んだことがない作品なので、ドストエフスキーですよね。まあ、読んでみたいなというふうに思っています。まあ、500ページ数で言うと520ページぐらいですかね。ちょっと長めの、まあ、長編小説にはなるんですけども、まあ、読んで、ぜひ面白かったなと思うので、ぜひ手に取っていただけたらいいかなと思います。はい。 最後まで見ていただきましてありがとうございます。